ファシズムの定義は、ファシズムやファシストの政府や統治に関する定義や認識や簡潔な説明である。しかし、その見解は、多くの学者の間で非常に異なっており、統一的な合意は存在しない。ここでは主要な歴史学者や政治学者、政治家などによる、ファシズムやその中核となる心情の説明を記載する。多くの学者の見解では、 ファシストによる体制は最も権威主義的な統治形態の一つであるが、権威主義的な体制のすべてがファシストによる体制ではない。ファシストによる体制は、権威主義の特徴を持っているが、明確な特徴が必要である。同様に、イデオロギーとしてのファシズムも定義が困難である。ファシズムの起源は、イタリアという一国家で、 ベニート・ムッソリーニのリーダーシップの下で行われた30年間弱の期間に存在し、そのうち1922年から1943年には統治したサンディカリズムとコーポラティズムに結びつけられた政治運動である。仮にファシズムの定義をオリジナルのイタリアのファシズムに限定する場合は、ファシズムはイタリアの政治以外への影響は少ない。 多くの学者は、ファシズムの用語を、より広い意味で、その思想やグループの影響を受けたより、多くの国や多くの時代について使用する傾向がある。このため学者により、最小限のファシストという識別が考えられた。最小限のファシストとは、ファシストと考えるための一定の政治的集団の条件に合致したものである。また何人かの学者は、ファシズムの終末論的、 千年王国的な側面を調査した。多数の学者によれば、ファシズムには社会運動として左と右の両方の影響があるが、特に権力獲得後のファシズムは歴史的には共産主義や保守主義や議会制民主主義を攻撃したため、主に極右からの支持を引きつけた。ベニートムストリーには以下の発言をした。自由主義や民主主義は20世紀が 社会主義や自由主義や民主主義の世紀でなければ、ならないとは意味していない。政治的な宣言は過ぎ去っていくが、国家は残る。私たちは、この世紀が権威者の世紀であり、右の潮流の世紀であり、ファシストの世紀であると信じる自由がある。もし19世紀が個人の世紀であったならば、私たちは20世紀は集団化の世紀であり、そして、 国家の正規であると信じる自由がある。ファシストの国家の概念は全く包括的なものである。国家の外には人間的または精神的な価値は存在できないかわずかしか存在できない。この理解によりファシズムは全体主義であり統合されたすべての価値を含む一つのユニットであるファシストの国家は一人の人間のすべての生命や生活を 演奏し開発し強化する。ファシズムは一つの宗教的な概念であり、そこでは人は上位の方との内在的な関係で見られ、個人を超越しようとする客観的な意志を持ち、崇高な社会の意識的な構成要因に引き上げられる。このファシストの体制の宗教的な政治には誰でも存在できるが、例外はファシズムの政府システムやさらには、 思想も同様であると気がつかない、わずかなオプチュミストだけである。イタリアのサンディカリスムの理論家で、後にファシズムの理論家となったセルジオ・パヌンツィオは、以下の発言をした。ファシストは、構築されたアナキストの一種である。第32代アメリカ合衆国大統領の、フランクリン・ルーズベルトは、以下の発言をした。第一の心情は、仮に、個人の力が成長して、 彼ら自身の民主的な国家よりも強大になることを人々が許すならば民主主義の自由は安全ではない。それはファシズムであり、一個人、または一集団、またはその他の個人的な力の支配によって政府が所有される。アメリカ合衆国のジャーナリストのジョン・フリンは1944年の論争の著作アズ・ウィーゴー・マーチングで彼が 資本主義を転覆させると考え出した社会主義や社会民主主義の傾向を攻撃した。彼はファシズムをイタリアのムッソリーニの分析を基礎として一家のように特徴付けた。反資本主義だが資本主義の特徴を持つ経済的な需要の管理国家予算の赤字計画経済を命令し、コーポラティズムを通じて部分的な経済的自治を調整する軍国主義と 帝国主義法の支配の一時停止イタリアの作家で学者のウンベルト・エ子コは1995年の小論文永遠のファシズムでファシストのイデオロギーの一般的特徴を一覧にすることを試みた。彼はこれらを理路整然とした体系に組織化するのは困難だが、しかしそれらの一つが現れてファシズムが強固することを許すならば十分だと述べた。彼は ファシズムの異なった歴史上の体制の汎用的な記述を表す用語としてユア u ファシズムを使用した。彼が一覧化したファシズムの特徴は以下である。1935年にはファシストの政治運動はヨーロッパ諸国で力を持ち共産主義者の組織としばしば暴力行為が行われたため、 マルクス主義者にとってファシズムを正確に定義することが戦うために重要になった。このためコミンテルンは以下の定義を発行した。力を持ったファシズムは多くの反動の中でも解き放たれた暴力的な独裁であり、最もショービニズムであり、資本主義の最も帝国主義的な要素である。マルクス主義者の多くはコミンテルンのメンバーではないものを含めこの定義に賛成した。 マルクス主義者は、ファシズムは支配階級が直面している、差し迫ったプロレタリア革命に対して、その権力を維持するための最後の試みとして登場した、と論じた。ファシストの運動は、必ずしも支配階級によって作られたものではなかったが、彼らは支配階級の援助により、政治的な力を得ることによって、大きなビジネスから収益を上げることができた。 そして、権力掌握後、ファシストは彼らの講演者に利益を供与した。レフトロツキーは以下のように記した。ファシズムの歴史的な役割は、資本家たちが労働者階級を民主的な装置の助力により統治し支配することができなくなった時に、労働者階級を攻撃し、その組織を破壊し、政治的な自由主義を終了することにある。 イタリア共産党設立者のアマデオ・ボルディーガはファシズムに対して少し異なった見解を採用した。彼はファシズムはブルジョワジーの規則の少し異なった形態であり、ブルジョワ民主主義や伝統的な王政と同じレベルとみなした。彼はファシズムを特別に反動であるとか何らかの例外であるとは信じなかった。マルクス主義者の百科事典はファシズムを右翼、 猛烈なナショナリスト、哲学における主観論者、実践における全体主義者と定義し、その特定を資本主義の政府による極端な反動としたが、この伝統的な定義を超えて、以下のファシズムの9つの基本的な特徴もリストした。右翼、ファシストはマルクス主義、社会主義、アナキズム、共産主義、環境主義などを猛烈に攻撃する。本質的には、 近代的左翼を含む、進歩的左翼全体を攻撃する。ファシズムは極右思想であり、オポチュニズム的と考えられる。ナショナリズム、ファシズムは愛国心やナショナリズムを非常に強く強調する。階層、ファシストの社会は、正義の指導者により統制されるが、彼はエリートで、秘密の資本家の先導者によって支援される。反平等主義、ファシストは、 経済的平等や移民と市民の間の平等の原則を嫌う。宗教性、ファシズムは非常に大量な反動的で宗教的な信念を持ち、宗教がストイックで抵抗で純粋だった時代を思い起こさせる。資本主義者、ファシズムは資本主義から脱出する革命を求めない。戦争、ファシズムは不能な帝国主義段階にある資本主義である。 ボランティア思想、ファシズムは一種のボランティア主義を採用し、一種の力を信じ、もし十分に力があれば、すべてを真実にする。反現代、ファシズムは、すべての種類の近代主義を嫌い、特に芸術の創造性や、あるいは生活を反映した芝居、または視点からの急速な逸脱や革新を嫌う。無政府資本主義者による定義には、以下がある。 ファシズムは政府が私的な個人の管理下にある生産手段の通常の所有を放棄したが規制された法的手段によって管理を行い重税によって利益の大半を収穫する。実際にはファシズムは社会主義よりもより巧妙な政府所有の形態である。コロンビア大学名誉教授のロバート・パクストンは著書ファシズムの解剖学で 多数のファシズム論を比較し、単なる資本主義論や全体主義論、暴力主義論、中三階級主義論などの従来の定義は断片的、一面的であるとして、ファシズムの特徴を以下のように定義した。谷沢栄一は著書、工事縁の嘘で、ファシズムという言葉を言語として定義づけるのは、非常に難しいとしている。ファシズムは自ら規定を行っておらず、ファシズムを敵とした。 人民戦線も定義できなかった。コミンテルンから敵と思われているものがファシズムであるが、比較的わかりやすい定義であり、敵を罵るときに使う言葉としている。例として、コミンテルンの国際ファシズム及びそれとの闘争手段という一文を取り上げ、あれこれ言及しているだけで、気に入らないものはみんなファシズムであり、ファシズムは悪とされているとしている。西義行は、 革新陣営から何かにつけて、相手をただやっつける言葉として投げつけられること言い,い、歴史上のファシズムが反響であったことは確かだが、反響がファシズムであったというのは真実ではないとしている。共産主義は、天皇制廃止、企業を国有化、私有財産否定、宗教否定、言論、思想の規制などの面があり、その一つからいくつかに対する反対の立場があり得るゆえ、その 反響がファシズムであると決めつけることは単純な二言論に過ぎないと述べている。ありがとうございます。